中田選手一生ついてく私。中田選手優勝おめでとうございます。今井選手2着ナイス、島城選手3着です。やったやっと当たった。どうもアミーナです。本日いよいよスポーツ日本杯優勝戦でございます。いや前回の優勝戦はやっと当たりました。本当に嬉しかったです。マジでもうこのまま一生当たらないんじゃないかと思ってたので第2シーズン2回目の戦いだったんですが、まあ、いい感じに首位でスタートを切ることができてよかったです。前回の当たりがまぐれにならないようにね、今回の優勝戦からも頑張って的中目指していこうと思います。で九州南部結構雨がひどいみたいで大雨特別警報も出てたりして、九州の皆さん大丈夫でしょうか。大村のあるね長崎県もね九州なんでね、昨日とかもね結構雨が降ってたりもしてて、今日も雨なんじゃないかなとは思うんですけど、安定版使用の可能性もあるのかなと思うんですが、1号艇が西山選手です。今節1着だけしか取ってない。5日間で10走走って全部1着です。初日にボートレース大村さんでライブ配信やらせていただいたんですけど、その時選手コメントで乗りづらさがあるんですよって言ってて、でも周りからはなんか良さそうって言われるんですよねって言ってて本当にいいエンジンだったっぽいですね、本当にね。なのでここは西山選手の完全優勝、これを期待したいですよね。これはすごい綺麗に1着揃ってる。で相手としてはやはり2号艇えのき選手、3号艇岡崎選手、この2人かなと。2号艇えのき選手は今節2号艇2コースから3回走ってて、どっちも差しが入ってるんですよ。で4日目は岡崎選手のことも指してはいて、エンジン的には伸び足がいいみたいで、スタート決めてうまく回れたらね差しが入る可能性もありそうですよね。今回の大村優勝戦はインからは6点、123132 2500円ずつ、1から23の4 1500円ずつ、1から23の5 500円ずつ、そして穴で213312 300円ずつ、214314200円ずつ、こんな感じにしました。西山選手が逃げたら、まあ、本命としては123132、もうこの固い決着で決まるんじゃないかなと。でももし岡崎選手が外握った場合とか、あとえのき選手が2コースから差しに行ってちょっと流れちゃった場合とかも考えて、外枠の3着も一応押さえておきたいなと思って、長岡選手と長野選手、この2人の3着も押さえました。ちょっと広瀬選手を入れるか本当に悩んで、本当は流したかったんですけど、この2人の3着を押さえました。そして穴、えのき選手の差しか岡崎選手のまくり差し、これもちょっと期待したいなというところがあるので、2頭3頭からも4点だけ穴で抑えました。いや本当に次も当てたいのに。そして今日は七夕なんですよ。もう短冊に願いを書いておこう、今日の優勝戦当たりますようにって選手の皆さん頑張ってください、よろしくお願いします。